今回はホテル旅の巣京都さんにやってきました。オープン日の7月30日にちょうど予約することができました。オープン日に滞在するのって初めてなのでとてもワクワクします。まだ早い時間だったので荷物を預けるために行ってみようと思います。1階にはセブンイレブンがありました。こちらの可愛い漫画がお出迎えしてくれます。レセプションは3階になっています。で、荷物を預かってもらうことにしました。この荷物を預ける機械が今まで見たことないようなとても最新のシステムになっていて驚きました。スイカの物理カードがあればそのカードで預けることができて、まなければホテルの人が預かってカードを用意してくれるようになっています。少しラウンジを覗かせていただきました。テーブルに可愛い漫画のデザインが書かれています。テーブルごとに全部デザインも違っていてとても凝っているなと思いました。東京の旅の巣さん2カ所行ったんですが、そちらの漫画のデザインとは全く違って、こちらはとてもカラフルでポップな感じになっています。かなり広い奥行きのあるラウンジになっています。クッションのデザインもいろいろあってカラフルで可愛いです。4時半にいろいろ見学し戻ってきてチェックインしようと思います。こちらの機械でチェックインを行います。こちらのコーナーからスリッパとか、あと館内着とか歯ブラシとかを自由にもらうことができます。こちらのソファーコーナーの眺めがとても良かったです。今回は5階のお部屋にアサインされました。廊下のデザインもとっても可愛いです。では自分の部屋に向かって進んでいきます。524号室のお部屋です。どんなお部屋でしょうか。カードキーも可愛いです。ではルームツアーをしていきます。お部屋の漫画はお相撲さんのお部屋でした。ここはダブルルームでかなり広いなと思いました。ベッドサイズも160センチのかなり幅の広いものです。ベッド下に荷物などを収納できますが、かなり広いのでこの辺の床に置くこともできます。 Wi-Fi の速さも十分でした。ベッドカバーが土俵のデザインになっています。電気がちょっと少なくてちょっと暗いかなという印象はありました。こちらの小上がりのちゃぶ台のところがとても落ち着きました。ここのスイッチのコーナーも可愛いです。ここにはドリンクホルダーとか小物などを置いておくようなところがあります。ベッドの正面にテレビがあります。ちょっと暗くて見えにくいです。お部屋からの眺めはというと、広い方の道路に面しているのでかなり開放感のある感じでした。窓も結構大きいです。バスルームに来ました。ここは
トイレがあって左側には洗面台があります。このタイルがとても可愛いデザインで気に入りました。バスタオルも2組用意してありました。ドライヤーはナノ B の最新のドライヤーでした。右側にはシャワールームがあります。かなり広めなタイプでのびのびとシャワーを浴びることができます。こちらにはシャンプー類などが置いてあります。こちらには、ナノイー発生器があるので匂いとか気にすることなくとても快適に過ごすことができました。夕方6時になってちょっとカフェタイムにやってきました。ここにはトースター、レンジ、お湯、ウォーターサーバーがあって、あと反対側にはコーヒー豆から挽きたてのコーヒーがいただける機械があって、あとティーバッグのアールグレイとほうじ茶があります。あと氷もあるので氷を入れればアイスコーヒーなども飲めます。朝はこちらにパンが無料で置いてあるそうなので楽しみです。この日は暑かったのでアイスコーヒーをいただきました。こちらラウンジにはこの茶室みたいなコーナーもありました。ここでお湯を沸かしたりしてお茶を飲むこともあるのかもしれません。こちらはランドリーコーナーになっています。自販機も置いてあります。ここでちょっとのんびり過ごしました。ディナータイムですが、この日はとっても歩いて疲れたので簡単に済ましました。ラウンジに無料でいただけるパンをもらいにやってきました。パンを2ついただきました。でお昼過ぎになってちょっとラウンジでパソコン作業をしました。テーブルにコンセントと USB があるのでとても便利です。この日夜行バスでも帰る予定だったので2泊で予約しました。デイユースを予約するよりも2泊で予約した方がお得だったのでこちら泊まらないんですが予約しました。雨が止んだのでちょっとブラブラしようと街に出かけました。京都の街はブラブラ歩いているだけでも京都らしさを感じることができてとてもいいです。いつもここは私が訪れる場所です。このお寺の境内の中にカフェと雑貨屋さんがあります。とても雰囲気が良くてとっても落ち着きます。こちらにカフェがあってここでいろいろいただくこともできるんですが、ここ以外にもちょっと休めるスペースもあって、私はコンビニで買ってきてここの境内内でちょっと休憩したりする時もあります。こちらの T&デパートメントさんが私は大好きで、京都に来たらここに立ち寄って何かしら雑貨とかをいつも買っています。おすすめです。時間になったのでチェックアウトしました。ありがとうございました。